はい、酒好きの俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、またビールですけども、アサヒのドライブラックの、にライムを加えた、ライムブラックです。これは、なんだ、限定、数量限定ですね。これはね、一応発泡酒という、分類になってます。法令上、発泡酒に分類されますと。値段が200円ぐらい。これね、なんかね、氷を入れて入れるとより美味しいって書いてありますね。はあ、これは珍しい。ライムを刺して、仕上げにミントを添えるとより本格的だって。まあ俺はシカトしますけどね。ドライブラックにライムの風味を加えたお酒です。でも無果汁なんですよね。無果汁。だから果汁は入ってないのかな。原材料が麦芽と、麦芽エキスとホップと米とコーンスターチ。コーンスターチと香料。アルコール度数 5.5%。風味を加えたってことは、香りを加えたってことかな？うん。となってます。ライムの香りには香料を使用していますって書いてますね。なるほど。これは珍しい。よし、いただきましょう。まあ、実際ね、最近知ったんですけど、別にね、果汁入ってても果汁、無果汁と表記することはできるらしいです。確か、果汁 5% 以下だったかな。のものに関しては、無果汁と表示することができるらしい。最近発売された、なんだっけ、サントリーの天然水だったかな？のスパークリングだったっけ？だったか忘れたけど、それのレモン味。にね、レモン味に、レモンの果汁って、ここに裏に書いてあるんですが、無果汁って表示があるんですよね。これはなぜかっていうと、多分、そのせいだと思います。5% 以下だから、無果汁と表示してもいいと。らしいですね。まあいいや、乾杯。うん。香りが、ものすごいライム。うん。ああ、ライム。すごいな。うん。ライム。ものすごいライム。すっげえ。あれだわ。本当にライムだわ、香りが。もう味がね、ライムの味でね、もう、ビールっていう、黒ビールの、あれが味が全くしない。うん。全然味しない。黒ビールの味が、もう、いわゆる麦の香りとか、苦味とか、がね、もう見事の、ものの見事に、ライムの香りで、ライムの味で、
もう何にもなかったことになってる。すごいな。うわぁ。すっげぇ、何にも味しねえ。これはちょっと、これはちょっとあれだな。これはちょっと失敗だろう。はっきり言って。ビールの味何にもしねえよ、本当に。びっくりすることに。びっくりするほど何にも味しないよ、これ。ここまで味を打ち消すのもなかなか珍しい。てか、すごい。むしろ。アサヒのブラック、ドライブラックの味を、ひどいな。いやでも逆に言えば、いや、逆に言うも何もねえか。これはもうビールじゃないね。もう酎ハイかなんかだとともないんですけど。なんかすっげえ個性がない。なんか、コクのあるライムジュースを飲んでるみたい。苦さも何もない。これ目つぶって飲んだら多分、炭酸水のライム、絞ったやつみたい。本当に何もわかんない、これ。これすげえな。逆にすげえ、これ。これね、色がね、黒でしょ？で、でも飲んでみるとね、何にもこの黒さとかのイメージで苦いっていうイメージがあるんだけど、それも何にも感じない。苦いっていう、その、ものが、見当たらない、この舌で。少なくとも、俺の舌で言うはね、全く、いや、多分、相当これ薄まってると思う。いや、どうなんだろうな。
これね、なんかね、原材料の近くに、麦芽使用率 50% 以上って書いてあるんですよ。ここに注意書きみたいな感じで。50% 以上ってことは、まあ以上なんですけど、普通麦芽ほら、は 100% なんですけど、これに限って、まあ、スーパードライはまあ、麦芽 100% ビールではないですけど、こんな麦芽使用率 50% 以上とかなんて、ねえ、表示されてたかな？多分普通のこのドライブラックより多分薄まってるんじゃないか、だいぶ。あと気になるのが、原材料に麦芽エキスってのが書いてあるんですよ。麦芽と麦芽エキス、ホップ、米、コーンスターチ、香料。この麦芽エキスってのが何なのって。これもビールでは見たことないですね。怪しい。これはちょっと。うん。ビールのうまさが何もない。うん。びっくりすることに目をつぶって飲めばこれがビールだとわからない。うん。もう、いわゆる甘くないカクテルの、ライムを使った何かの、なんか、カクテルみたいな。うん。目をつぶって飲めば。もう、ライム、炭酸割りかな？うん。本当にこれは逆にびっくり。これほどまでにこの、まあドライブラック自体別にうまくは、まあ、ね。言うてそんなうまくないですけど、朝日だったら黒生の方が絶対美味しい。黒ビールはね。黒生の方が絶対うまいんですけど。まあ、俺ドライブラックはあんま好きじゃないんで、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど。これはちょっと発泡酒以上に何も味がしない。ですね。うん。うん。これはここは。これひどいよね。ビールの味がしないビール、生ビールっていうか。うん。みたいなやつ、初めて飲んだわ。ビールの味がしない。なんか、ほのかにコクはするんですよね。コクはあるんですよ、なんか。普通のぐらい、普通ぐらい。まあ、これはこんなもんでしょ。うん、これはもう、スーパードライ買った方が絶対いいです。まあ言うて、まあ一回ぐらいは、うん、まあ買ってもいいと思いますけど。ある意味びっくりする。3242です。それではご視聴ありがとうございました。